演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はスターマックスのスイートキャラメルピクニックを読みたいと思います。おー、ハモちゃんいっぱいハロウィン仕様ですね。まあそんな季節か。で、飲むプリンってどんなのなんだろう。すごい気になるな、スターバックス。コンビニとはいえ、あの、飲めない気がしますね。では、飲んでみます。やっぱほのかにある苦味がいい感じですね。から最初のキャラメルの苦味がバッとくるんですけど、飲んでいるとだんだんプリンの甘さが口の中に広がっていって、通常のカスタードプリンとはカップで食べる場合が逆で、先にカラメルが来て後からプリンの甘さが来る。もちろんお皿に移した場合はそうなるんですけど、完璧に飲めると最初苦くて最後が甘い見事な変身を遂げていて、ハロウィンらしくて美味しかったです。もっと飲みたいな。というわけでこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらよしコメントしていただける、そしてトリックオアトリートと言っていただけると嬉しいです。演舞変容違う、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。